お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイスシュートでした。ありがとうございます。結構厳しい試合だったかなと思うんですけど、3-0 で勝てて、振り返って、まずいかがでしたか、試合は。まあ、前半に、まあ、僕がちょっと外したり、まあ、ちょっと決めきれない部分があったんですけど、でチームが苦しんでたんですけど、まあ、来たから牧君が、まあ、やっぱ決めてくれて、そこ乗り乗れて、で僕も追加点を決めれて、まあ、嬉しかったです。それにしやっぱり真ん中の選手のうまさとかあって、まあ、ちょっと苦しんだ部分あったかなと思うんですけど、チームでどういうふうに対応していこうというふうに考えてたんですか。チームでもう中を締めて、もうそこでもうサイドは行かれてもいいから、もう中を締めて、中のワンツーをやらせないっていう、それでゴール前に運ばせないっていうのをやってました。攻撃面ではいかがでしたか、意識した分。攻撃面ではもうセレッソ大阪西の裏が空いてたんで、裏を狙って積極的に狙ってゴールを狙ってました。まあ、2点目まさにそこ で1本でいったと思うんですけど、はい、ただあの左足簡単じゃないかなと思うんですけど、振り返っていかがですか。いやもう感覚で蹴ってるんで僕はなんで、まあ、もう打った瞬間に決まったかなっていうのはあったんですけど、まあ、それでキーパーも触ってたんですけど、まあ、そこでコース変わって入ってよかったです。前半ヘディングもあって、やっぱああいうところでもっと決めたかったかなというところあると思うんですけど、まあ、そこの課題いかがですか。まあ、だから僕が前半に決めきれるチャンスがたくさんあったんで、そこで決めればチームも楽にいけると思うんで、まあ、前半でやっぱ試合を決めるぐらいのストライカーになりたいです。ただ今大会結構、まあ、ゴールも重ねられて、まあ、それこそボックスの強さっていうところ出せてるかなと思うんですけど、そこの手応えとかっていかがです。普通にそうですね、もう結構どんなチームにでも通用するかなっていう感じで、まあ、もう優勝は狙えるんじゃないかと思ってます。まあ、ご自身ヘディングのところとか、まあ、あとはそのボックス内のシュートとか、かなり多彩な形でゴール取れるなというふうに思ってるんですけど、なんかどういうところが武器とか、どういう形が得意っていうふうに考えてます。僕はもう裏抜けが得意で、裏抜けのタイミングとか、あとはディフェンスの、まあそうですね、裏を狙ったり視界に入ったり、そういうのを狙ってます僕は。まあ、今チームが2部で戦っているというところで、まあ、そこ落ちた悔しさとかもあるかなと思うので、まあ、この大会全国大会すごい大きな意味あるかなと思うんですけども、まあ、どういうふうな目標とかどういうものを見せたいというふうに考えて臨んできた感じですか。もう僕たちはもう絶対に優勝を狙いに行くということで、まあ、2部ということもあって、まあ、やっぱ弱いって思われがちなんですけど2部は、まあ、けど1部にもまあ勝っていくという面で、あと大阪とか、まあ、いろんなところのチームにもまあ勝って、それでまあ相手を圧倒して優勝していきたいと思ってます。ありがとうございました。期待します。